皆さんこんにちは。眩しい日差しがピッチに降り注いでいます。この最高のピッチコンディションの中で行われる注目の一戦をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。どちらのチームにとってもシーズンの開幕戦となるこの一戦、これは滅多に見られない試合になりそうですね。開幕戦はシーズンの行方を占う上で非常に大事な試合です。優勝候補に挙げられているチームにとってはなおさらですね。当然勝利を狙っていると思いますが、想定通りの展開になるか見せてもらいましょう。ロナウド決まるか。あっとポストだ。ここは一旦クリアしました。一旦プレーを止めました。フリーキックでリスタートです。今のは惜しかったですね。シュートが枠で跳ね返ったせいで同点のままです。しかしここはまだチャンスがありそうです。ここでなんとかボールに寄せてきました。クリスティアーノ・ロナウドに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？ボールタッチが非常に実践的なんですよ。技術の使いどころを知っています。キーパーがうまく飛び出した。オスカルが来る。いいところへ出した。バロテリー。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がり疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。ビーストのリードで試合再開です。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。メッシ、ボールポゼッションが相手に移ります。カウンターのチャンスが巡ってきた。守備への切り替えが遅れています。キーパーがやすやすと処理しました。ボールを前に運びます。強烈なシュートでしたが、ボールはゴールを捉えられない。大きく外しちゃいましたね。あそこはパワーより精度のあるシュートを選択するべきでしょう。パスを出した先には相手の選手がいました。見事なスルーパス。オスカルに絶好のチャンス。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。ポグバがボックス内に入れてきた。これを止める。いいヘディングでしたが、ここはキーパーが1枚上手でした。相手に阻まれましたね。オスカル、相手のパスをカット。ファーガソン、ここは味方を使います。パスは通さない。カットしました。ポゼッション率が示す通り、ビーストは相手よりもボールに触れていません。まあポゼッションも大切ですが、1人の選手が1試合でボールを触る時間は平均1分ほどです。現在のスコアを見て、バロテリー決まった。
ここで追加点、リードを2点に広げます。ディフェンダーのマークも良かったんですが、この選手が1枚上手でしたね。自らボールを持ち込んでいきます。攻めきれ、このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。鮮やかなフリーキックでしたが、ここはわずかにそれました。決まりそうなシュートでしたね。次にチャンスがあれば修正してくると思います。ポグバ、バロテッリ、ファーサイドにクロスを入れてきました。ポストに阻まれた。ゴールに迫られるも、ひとまず危機を逃れました。今のこのシュートは枠に行きません。タイミングは完璧だったと思いますが、少し狙いがずれました。目の前にスペースがあるようです。スローインになります。サイドから切り込んだ。シュートを振り抜きましたが、キーパーの正面です。ここで前半終了、ハーフタイムです。バロテッリが実力通りのプレーぶりです。後半が始まりました。ここまではビーストがリードする展開になっています。メッシ打ってきたぞ。おっと決まった。さらに追加点、これで3点差です。マークがついていましたが、しっかりシュートを決めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。パスをカット、攻守が入れ替わります。ドリブルでボールを前へ、オスカル、試合前にニュースがありましたが、アーセナルが選手を獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。メッシに注目しましょう。バロテッリ、ここでうまく対処します。カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターから仕留められるか。カウンターを仕掛けましたが、うまくいきません。ボールを前に運んでいます。このピンチをタックルで防ぎました。
さあバロテッリです。来たー、ゴール。これで4点差。チームは圧倒的な強さを見せつけています。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてフィニッシュはクリスティアーノ・ロナウドの強烈なミドルシュートでした。この距離のシュートに自信があるんでしょうね。残り時間は30分です。ボールが相手に渡りました。いい寄せです。バストーニ、オスカル、ボールはポグバへ。走り込む味方にポグバのスルーパス。キーパーが立ちはだかった。ここで選手を変えようとしています。ボールはエリアへ。ディフェンダーがクリアしました。ポグバ、ポグバ、これはゴールキーパーが問題なく対処します。残り時間は20分です。さあパスかシュートか。シュートブロックに合います。選手がピッチに入ります。ボールが中央へ向かう。このボールはディフェンスがクリアします。ディフェンスボールを奪います。カウンターアタックのチャンスです。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。メッシがボールをキープできません。ファールの判定です。ここはカードが出ますか。ここで選手を変えてくるようです。シュート、角度がないところでしたが惜しいシュートになりました。狙わない方が良かったかもしれませんが、もう少しで決まりそうでしたね。選手交代があるようです。味方を使うでしょうか。香川、キーパーがセーブします。ボールをキャッチしました。ボールを失いました。高いパスで裏を狙います。通ればチャンスだ。キーパーが止めた。好セーブが光ります。クリスティアーノ・ロナウド、これは入りません。シュートは大きく外れていきました。お気に入ったようなシュートでしたが、狙ったコースに飛ばなかったようですね。カットしました。相手にチャンスを与えません。クリスティアーノ・ロナウド、入った。これでハットトリック達成です。
これでハットトリックですね。この選手は絶好調です。相手にとっては嫌な存在ですね。アディショナルタイムが提示されました。4分です。コースを狙えず、シュートはキーパーの正面に飛びました。メッシ。さあここはクリスティアーノ・ロナウド。このパスは読んでいました。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。打った。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。開幕戦は期待通りの内容でしたね。シーズンの滑り出しとしては上々の結果でしょう。オフシーズンに取り組んだことの成果が証明されたんじゃないでしょうか。